一式中戦車地平は、第二次世界大戦時の第二本帝国陸軍の中戦車。本社よりも前に配備された中戦車として、主砲に97式 5cm7 戦車砲を搭載していた97式中戦車地波を、本社と同じ一式 47mm 戦車砲へと、新設計の砲塔ごと換装した97式中戦車新砲塔地波がある。 本社は、この97式中戦車の防御力と機動力を強化するために車体を変えることを目的とした改良型として、1940年から地平の計画名称で開発が開始された。しかしながら、当時は死な自変化で、既存車両の量産が優先されており、また、太平洋戦争開戦を控えていたため、兵器生産は主に航空機や艦艇、 ついで各種加砲に重点が置かれ、資材、工場、予算をそちらに回されており、またチ平ヘ社は、油圧サーボ式の走行装置を導入することになっており、その開発に苦心していた。そのため、新衛戦車の開発、生産は、父として進まず、試作、チ平ヘ社の完成は1942年9月。 各種試験の末開発が完了したのは1943年6月であり、本格生産は太平洋戦争の戦局が絶望的になり始めた頃で、量産と部隊配備が実現したのは1944年になってからであった。一式中戦車一式中戦車と97式中戦車新砲道地派。本社は1940年より開発が開始され、 複数の試作者が試作されたが、現存資料が少ないため詳細に、不明点が多い。1941年8月に、実物大のモックアップが完成して審査が行われた。四検市によれば、1941年の段階では、地平車の走行圧は 35mm であった。1942年8月に試作者が、おさむこう。 1942年から1943年に改良が行われたとしている。9月に作成された国軍機構車両整備体系表では知恵車の重量は16から17トンとし、この時点で一式の名称が与えられている。本社は97式中戦車新法統治派と外見が告示しているが、改良点は以下の通りである。 車体前面が97式中戦車は大量のリベットで接合されているが、本車は溶接や平面ボルトによって接合している車体及び、砲塔正面の走行圧が倍の 50mm に強化された車体を直線と平面で構成するように、した若干、車体の長さが長くなった前照灯は97式中戦車は、車体中央に一つなのに対して、本車は、 両側のフェンダーの上に2つ搭載しているエンジンを SA12200VD から統制型100式、発動機、V 型12気筒に乾燥乗員が、それまでの車体内2名、砲塔内2名の、計4名から、車体内2名、砲塔内3名の、計5名へと、増加、97式中戦車。新方塔地波においては、砲塔右側の社長が、 装填手を牽引していたが、本社では、砲塔左側の砲手の後方に新たに装填手を、配置。これにより、上員の負担が減り効率が良くなった手法として97式中戦車新砲等地派の手法である一式 47mm 戦車砲に、電気式撃発装置の追加や、左右の肩当て式標準機構の廃止等が加わった、一式 47mm 戦車砲2型が、 搭載された砲弾搭載量が約20発増加これらの改良によって本社の防御力と機動力は97式中戦車に比べ大きく向上し溶接構造と装甲の強化により試験では合計1 5トルクラス重流弾砲の試金弾を受けると97式中戦車はバラバラになったが本社は持ちこたえたと言われているその一方 包囲力の点においては、部隊配備が開始された時点で完全に時期を逸していた。なお、本社の走行装置は、最終的に97式中戦車と同様のものが搭載されで、他の新衛戦車、砲戦車と同じく本土決戦のためにそのほとんどが内地に止められ、実際の戦闘には投入されなかった。なお、 フィリピンの戦車第7連隊に一式中戦車が36両、配備され M4 中戦車と対決したが、70メートルまで接近しなければ対応できず、数量に損害を与えることができたものの、遠方から75ミリメートル砲を撃ちまくられ、結局連隊が全滅したと言われることがある。 これは、第七連隊を機関とする、茂げみ主体の1945年1月26日から27日の戦闘を指すものだが、第七連隊に実際に配備されていたのは97式中戦車と95式系戦車であり、したがってこの逸話は97式中戦車新砲統地派のものである。一式中戦車後面本社の発展型として、 チヌの開発が1944年5月から開始され、同年9月には試作車が竣工し10月から量産に移行されている。砲塔、車体ともに完全な状態での車両は現存しないが、アメリカのロップッキー・アーマー・ミュージアムには、一式中戦車の砲塔に告示した、増加装甲付きの改造砲塔の新宝刀中派が展示されている。この改造砲塔車は、以前は、 ワシントン海軍交渉に展示されていた車両である。砲塔外観は一式中戦車、チェ・ヘ・砲塔に酷似しているものの、チェ・砲塔とは、細部が異なり、砲基部の周辺形状や棒立てが左右に稼働する、ことなどから、搭載戦車砲は新砲塔・地派のものと同一である。また、戦後米軍が撮影した写真には、集積された戦車の中に、チェ・砲塔に酷似した。 増加装行を施した、新砲塔地破が、斜め後方からの撮影のため不鮮明ながらも、確認できる。陸軍省、昭和20年度軍受品整備状況調査表によれば、昭和20年4月から6月の間に、相模陸軍造兵省において、地破車32両に対して、砲塔回収が実施されたとされているが、これらの車両に関する詳細な資料は未だに、 発見されておらず、詳細は不明のままとなっている。ありがとうございます。